石上子木一は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンター所属の騎手。父は元 JRA 騎手の石上藤代で、その影響で、小学5年生から乗馬を始めた。競馬学校17期生で、2001年3月に騎士免許を取得し、鳴宮名高級車の所属騎手としてデビュー。同期に、大場和也、川島真嗣、小坂忠、南馬剛健、平沢健治、 三ノ島康則リらがいる。デビュー年より4年連続で2桁勝利を挙げ順調なスタートを切るも2005年2月24日の夜に茨城県稲敷郡阿弥町内を車で走行中に駐在所のブロックベに衝突する物損事故を起こした。直後に職務質問を受け飲酒運転だったことが明らかになり茨城県警察土浦警察署に 道路交通法違反の現行犯逮捕された。JRA の規定により、最定委員会の議定があるまで、暫定的に帰場停止処分となり、その後2回目の最定委員会の議定の結果、事案発生日の翌日から早急して2月25日から6月24日までの4ヶ月間の帰場停止処分が正式に下されている。 不祥事や翌年の落馬による左鎖骨骨折、所属級車の解散などが続き、2005年以降の起乗数、勝利数は共に減少。2007年より起乗数確保のため、障害競争への起乗も開始している。2013年8月17日、新潟ジャンプステークスをアサティスボーイで制し、重傷初勝利。2016年4月16日には、 中山グランドジャンプをお重調さんで制し、デビュー16年目で JGI 初勝利。以降、同馬で同年の東京ジャンプステークス、東京ハイジャンプ、中山大障害と連勝を続け、重賞5勝を含む年間15勝を挙げ同年の JRA 賞最多勝利障害騎士を獲得した。ありがとうございます。